長、てめえのその頭気になんだよ。怒りだか。次にお前はその脳天に FF 弾をぶち込んでやる。というその脳天に FF 弾をぶち込んでやる。はあ、ジョリーに教えなければ。ホワイトスネークの正体はプッチ神父だということを。まだ空城ジョリーンに正体を知られたわけではない。これも真の勝利者になるための試練ということか。私には知性がある。ジョリーンたちとの思い出が勇気を与えてくれる。一瞬考えたな。その差が命取りだ。私には知性がある。学べるんだ。だからもう負けねえ。困る。とても困るんだ。私の邪魔をされるのは困るんだ。これで厄介なものは取り除いた。どうだ、ジョリーンの友達のためってやつだ。あいつは確か教会士のプッチ神父。なんだと。あいつはフーファイターズだ。なぜここにいる。ジョリーンに教えるんだ。ホワイトスネークの正体は教会士のエンリコ・プッチだということを。お前に知性と能力を与えたのはこの私だ。返してもらうぞ、フーファイターズのディスクを。おい FF、 こんなとこ出てきちまってよ。大丈夫なのか。水飲み場は近くにないぜ。全然平気。弱点は克服してる。人間は口から飲まないと水分を吸収できないなんて不便だね。ちゃんとコップで飲む訓練はしてきたようだな。俺と同じ銃使いだなんて運命を感じるね。変なことを言うやつだぜ。その野生味あふれる感じ嫌いじゃないぜ。知性が感じられねえ品のない野郎だったぜ。わけのわからない生物は始末しとくべきだ。待てよアナス、それ私のことか。言葉に気をつけろよおい。俺はお前の意見なんか聞いてないぜ。引っ込んでな、プランクトン。暇つぶしに分裂した自分と運動でもするか。便利な体でよかったぜ。やっぱり司令塔の方が実力が上だね。さ、十分運動したし一つに戻るか。ボールがあるぞ、私たちも運動しよう。ほれ。あんたさ、ボール投げたことないでしょ。悲しいね。一回も落としてない。100回までいけるかね。投げ方はおかしいわよ。手首のスナップで投げるのよ。スナップ使って。お前人ではないな。答えろ、誰がお前を作ったのだ。なんだか見下されてる気がする。私をなめんなよ。究極生命体？笑わせんじゃねえ。甘く見てるから痛い目に遭うんだぜ。知性が備わっているのか。面白いミジンコだったな。弾丸、僕のスタンドとタイプが似ている。てめえも FF 弾が撃てるのか。知性か。君との勝負は僕を成長させてくれたような気がするよ。どうだ、適当にぶち込むだけじゃ私には勝てねえぜ。いいぞ、この感動をたたえ。くらいな。フーファイターズ、ぶち込んでやったぜ。